皆さん、雨の中お祭りいただきましてありがとうございます。中西と申します。ですね、これからですね、今ご紹介にもあったように、ディクリエイト・オブ・フェルメール、フェルメールの原画をですね、デジタル NFT 原画とする、して作るプロジェクトを今、我々がやってます。そのプロジェクトの内容をご説明いたしますので、お時間が許す限り、聞いていただけると幸いでございます。で、まず最初に、我々、オープンスカイブルーとはどういうことをやっているかというのをちょっとご紹介させていただきます。オープンスカイブルーは、NFT を通じ社会問題解決を行う、その NFT 収益によって、寄付総額世界1位を目指すという DAO で運営される NFT クリエイティブスタジオでございます。で、聞き慣れない言葉が、あると思うんですけど、DAO というのはディセントライズド・オートニマス・オーガニゼーションと言いまして、日本語に直訳しますと自律分散型組織と言いまして、このオープンスカイブルーは、会社ではなく、プロジェクトとなっています。で、このプロジェクトに、世界各国から個人、企業を含めて様々な方々が参加をして、このプロジェクトを推進しています。こういう、分散化された、一般的な会社のように、代表取締役がいて、その会社を運営するというような形ではなく、プロジェクト型で参加したい人がそこに参加をして、自分のその達成すべきそのミッション、目的というのを達成していくというのが我々の、やっていることです。でですね、DAO の中にですね、さまざま企業さんですとか、いろんなその団体さんがご協力をいただいてますので、ちょっとご紹介をさせていただきます。左上のグループオブネーションズはですね、前とか後ろにですね、雑誌があるんですけど、G7、G20、あと APEC ですとか、COP26 ですとか、国際サミットを専門に扱う、情報誌になりまして、もう25年の歴史があります。ここの、媒体ですね、ここと組んで、グローバルに、発信をする、お手伝いをしていただいています。で、真ん中のユニプラットですね。ユニプラットさんは世界初のブロックチェーン基盤、アントレプレナー支援プラットフォームといいまして、現在90カ国のユーザーさんが参加しております。どういうものかといいますと、研究者やアントレプレナー、ベンチャーの方々がここのプラットフォームに登録をして、YouTube のような形で自分のプレゼンテーションを行うことができます。あとはドキュメントをアップロードしたりとか、それをですね、支援をしたい投資家さんであったり、企業さんであったり、まあ個人の方含めてそれを見て、そこで支援の輪が広がっていくというような、まあ投げ銭のプラットフォームに近いんですが、それがまあそのアントレプレナー向けの専門のプラットフォームになっています。で、その隣、シェアードオプチュニティソサイティファンデーション。こちらは、オープンスカイブルーはですね、売上収益を基金化しまして、それを運用基金としまして、運用することによって継続的な支援を行うと。それのための基金設定を、財団の方で行っていただいています。で、クロスバリューチェーン。このクロスバリューチェーンは、ブロックチェーンの、開発とですね、ブロックチェーンの提供をしていただいております。で、真ん中の HTC さん、台湾の、プラットフォーム、メタバースのですね、プラットフォームの、大手さんになります。まあ、ご存知の方でいくと、携帯メーカーで、ご存知の方は多いと思いますが、今はですね、VR ですとか、メタバースの領域に入っておりまして、メタバースパートナーとしてご協力をいただいております。右側の UHS、ユニバーサルヒューマンスコアリング、こちらはですね、日本の営業活動ですとか、マーケティングにおいてご協力をいただいております。で、我々のミッションは、価値を作り交換し合える価値経済プラットフォームを創造し、社会貢献が当たり前になるソーシャルムーブメントを作ることですね。ここでちょっと聞き慣れない言葉として、価値経済プラットフォームというものがあるんですが、 NFT というものは確かにその円とかで換算をするといくらいくらという数字が出るんですが、分かりやすく言うと物々交換に近い概念があります。それは価値と価値を、例えば NFT と NFT を交換する場合には、貨幣経済ではなくて価値と価値の交換、いわゆる物々交換を行うような世界観が作れると。そういうものを創造して、まあ、社会貢献が当たり前になるソーシャルムーブメントを起こしていこうということをやっています。でですね、オープンスカイブルーのメイン、コンテンツといいますか、サービスとしまして、来月、オープンするんですが、OSB ローンチパッドといいまして、まあ、NFT を販売したい人たちが、まあ、かつそこで社会貢献に結びつけたいアーティストさんですとか企業さんが、ここのプラットフォームに登録することで、ノーコードで自分のプロジェクトを立ち上げから、マーケティングから販売、すべてが一貫して行えるプラットフォームを提供しています。特徴としましては、単純に商品を掲載するような、NFT のショップですとか、まあ、マーケットプレイスと違いまして、
プロジェクトの設立からその NFT の発行をして、マーケティングのところの拡散、そしてさらにその NFT を欲しい人たちを、まあ、抽選ですとかいろんな方式があるんですが、まあ、代表的なところでいきますと抽選をして、で、例えばじゃあ10個の NFT に対して1000人のユーザーさんを集めて、それを抽選して販売するですとか、そういうようなプロジェクトの初期の立ち上げですね。それを一気に加速度的に、進められるようなプラットフォームになっています。で、この OSB ローンチパッドの特徴としましては、ノーコードですね。プログラムの知識が一切なくても、この、要は NFT の、ローンチパッドを立ち上げることができると。で、それをさらにワンストップで管理することができて、ここで入った、販売手数料ですね、オープンスカイブルーの方に入る販売手数料はすべて、寄付に使われていきますと。つまり、ここのプラットフォームに参加していただくことによって、社会貢献と結びつく、そういうプロジェクトを、まあ、社会的にですね、認知される形で発行ができるというような形になります。で、我々が今そのメインで扱っているコンテンツとしまして、この他にもあるんですが、今回はちょっと代表的なこの4つ、メタバウズ、プロジェクトカレイド、リクリエイトオブフェルメール、G シリーズ。で、今回はですね、リクリエイトオブフェルメールのご紹介をさせていただきます。でですね、これからご説明するリクリエイトフェルメールに関してなんですが、これはですね、デジタル NFT 原画と題しまして、デジタル世界の、フェルメールの原画を作るというようなプロジェクトになります。で、一体それは何なのっていうことなんですけど、まあデジタルでしょっていう話になるんですけど、なぜこれがその NFT デジタル原画というような表現ができるかというのをご紹介させていただきます。今回のこのデジタル NFT 原画の画像提供はフェルメールセンターデルフトと言いまして、フェルメールが晩年を過ごしたデルフト市、オランダのデルフト市ですね。そこにあるフェルメールセンターという美術館があるんですが、そこから高解像度の画像データをオフィシャルで利用権をいただいて制作したものがこのリクリエイトフェルメールになります。そしてですね、補足としまして、このフェルメールセンターデルフトというのは、世界のそのフェルメールのご紹介をする、まあ中心的な役割を担っているんですが、原画は一切持っていません。じゃあどうやってそれを美術館としているかと言いますと、右側にあるような印刷ですね。印刷を使ったその展示をして、フェルメールの絵画技法であったりとか、まあそういう人生、そういうものを、まあ博物館のような形で37点全てがこう見れるような仕組みになっています。で、これがまあ37点のフェルメールのその原画になります。でですね、このフェルメールのリクリエイトオブフェルメールの考案者である左側に写っているおじさん、まあおじさんというとちょっと失礼なんですが、この方は福岡伸一先生といいまして、生物学者の有名な本でいきますと、生物と無生物の間とかっていう本、もしかしたら購入された方もいるかもしれないですけど、まあ大体70万部ぐらいのベストセラーになったような本なんですけど、これがですね、真珠の耳飾りの少女、青い、ターバンの、今、皆さんがご存知の、フェルメールの作品、これが、まあ、貯蔵されているマイリツハイツ美術館、ここのですね、CM に使われてまして、ちょっとそれをご覧いただきたいと思います。1分程度のものです。今映ってた部屋は福岡先生の実際の部屋になります。で、福岡先生は4年間かけて37点のフェルメール、個人貯蔵も含めて全てを、自分で研究するために4年間の時間をかけて、確認をしに行っています。で、これは今何をやっているかと言いますと、このマウリッツハイツの美術館の中に福岡先生の部屋をインスタレーションとして作って、もともと福岡先生の部屋にあるリクリエイト作品に代わって本物の原画を展示するという。で、周り、ここの美術館はなんでこんなことをやってるかと言いますと、要はそのコピーですとかリクリエイトの作品、そういうものでフェルメールを愛してください。そしたら原画見たくなりますよね。ぜひうちに来てくださいというようなインスタレーションになります。
で、この中でも、まあ、英語ですけど、まあ、そのスーパーメル、フェルメールファンの、まあ、福岡さんが作ったリクリエイト、まあ、素晴らしい作品だと、まあ、公認されているという形になります。で、まあ、フェルメールが人気な理由をちょっといくつか、考えてみたんですけど、フェルメールというこの作品は、日常を描いているものが非常に多いです。何々の女とか、ちょっとその日常の風景を表していまして、なんかすごく身近な作品が多いです。あとはですね、盗作や贋作などのストーリーが非常にいっぱいあります。あとは点数が37点と言ってちょうどいいです。例えばピカソですとかすごくゴッホとかって有名ですけど、ゴッホとかの作品を一堂に会して全部見るというかっていうのは多分不可能だと思います。例えば同じ時代のレンブラントですと、まあ、約300とか400とか非常にたくさんの作品があって、いろんなところに点在しているので、なかなかその時代背景とかその人のストーリーを理解するのが難しいんですが、フェルメールの場合ですと37個を一通り見るとその人生観とフェルメールがどういう人だったかっていうのがよくわかります。これがすごい人気の理由なんじゃないかなと思ってます。で、あとですね、とにかくもう光の使い方がすごく綺麗です。まあ、これ現物ご覧になったことある人だったらお分かりになるかもしれないですけど、フェルメールのこの光の使い方はちょっと他の画家さんと少し違うような感じがしてすごくいい感じですね。でですね、フェルメールは日本で非常に人気がありまして、これ2019年、まあ、18年から19年にかけての、展覧会、美術展の入場者数なんですけど、1位がフェルメールで、上野の森美術館で行われた68万人というような数字です。だいたいフェルメールが来ると、まあ、ほぼこんな感じで1位に上がってるっていうような感じです。でですね、まあ、ストーリーとしましては、このような映画があったりとかしまして、まあ、ナチスを騙した男、メーヘレンって書いてあるんですが、このメーヘレンっていうのは、フェルメールの贋作を作った、まあ、世界最大の贋作事件として有名な、まあ、ご存知の方いらっしゃるかもしれないですけど、ナチスを騙したというような、形でちょっとストーリーをご紹介させていただきますと、このフェルメール、メーヘレンは、まあ、約11点ぐらいの贋作をフェルメールのものを書いたりしてるんですけど、そうですね、メーヘレンは、ナチスドイツに、第二次世界大戦の時にこのフェルメールの贋作を書いて売っていたんですね。で、最終的にそのメーヘレンは捕まってしまって、まあ、その裁判にかけられるんですけど、その時にですね、その自分が書いたその作品、まあ、なんで捕まったかっていうと、お前はその、要は国宝になるような大事な文化財をナチスに売って、要は倍、まあ、国をその損害を与えたと、そういう罪で捕まったんですけど、でもそれを払拭するために、その裁判のところで自分が書いた絵をもう一回書き直したんですね。で、この、エオマのこの食事っていうのは、この当時、そのフェルメールのその作品として、その認められたというか、その専門家たちが新しいそのフェルメールの作品が発見されたと言って、大騒ぎになったんですね。でも実はこれ贋作なんですよ。で、この、まあ、この54万ギルダーって、まあ、大体その当時の金額でいくと4000数百万とか、そのぐらい、まあ、第二次世界大戦の後ですね。そのぐらいの金額なんですけど、今も、その、戒めと言いますか、まあ、そのもう作品としてここの美術館にそのまま貯蔵されてます。で、こんなようなストーリーがあって、まあ、ストーリー性がある、やっぱそういうものがあると、その作品の魅力が伝わってきたりとかします。で、これがまあフェルメールの人気じゃないのかなと思っています。でですね、このリクリエイト・フェルメールのすごいところというのは、フェルメール生涯37点を介した、その原画では見ることができない展覧会を開催しました。それがご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、フェルメール光の王国と言いまして、2012年に開催されて、その後8年間かけて日本全国で展覧会が開催されまして、延べ60万人の方々が来場されているというようなものになります。ここで使っていたその原画を、さらに NFT 化をしてデジタル NFT 原画として作ったものが今回の企画になります。で、左側にあるのがこれデジタル NFT 原画で、右側が原画の写真になります。これ、見ていただくとわかるんですが、右側の原画は、くすんでいると。これはまあ、その経年変化によって、油絵の上に塗られている、そのニスがですね、どんどん経年劣化をし、経年変化をしていって、色が、まあ、黄色くなって、まあ、これが、その絵画の一つの重みを出すところではあるんですが、結局ですね、
まあ、そのリクリエイトっていうのは何かって言いますと、複製画というのは単なるコピーでしかないんですが、今回のこのリクリエイトというのは時空を超えてそのフェルメールが描いた瞬間の色彩を蘇らせることができていると。これが、まあ、まさにそのデジタル NFT 原画という表現を使っているんですが、これがその新しい価値の創造であったり芸術鑑賞の形になります。なぜそれが新しい芸術鑑賞の形かといいますと、先ほど言ったように37点の原画を一堂に会するということはほぼ不可能です。ただそれはリクリエイトだからできる、まあ、そういうような新しいその芸術の価値の作り方を生み出すことができます。で、これがまあ光の王国展の、まあ、アナさんとか、まあ、ああいう大手さんが協賛していただいて、まあ、銀座の方にですね、ビル1棟がフェルメールセンター銀座という形で、まあ、オープンしていたと。で、これが日本全国をまあ暗夜して、まあ、60万人の人たちがまあ来てくれたというような形になります。で、まあ、リクリエイトというのは、まあ、再三になりますが、まあ、誕生の色彩を求めて、まあ、絵画が描かれた瞬間から経年変化していきます。そしてさらに、まあ、定期的に補修や修繕が行われて、状態自体は年数を修繕、補修を行われるごとに変わっていくわけですね。つまり、オリジナルはオリジナルであって、オリジナルではないということになります。つまり、原画はオリジナルであるが、オリジナル、元の状態ではない。まあ、こういうことです。なので、結果的にその原画を持っているその価値っていうのは何なのっていうと、その原画を保有しているという価値であって、じゃあそのフェルメールが描いたそのもの自体かというと、またちょっと形が変わってくるという形になります。で、我々はまあ当然テックの企業なんで、まあどういうことをやってますかというと、ここに NFT として独自のタイムリーププロトコルというものを今開発をして組み込んでいます。これはどういうことかと言いますと、オリジナルのこのフェルメールリクリエイトから、まあ、今の原画の状態、ここまでの間をプロトコルで表現ができる、さらにここから先の未来の状態までも表現できるようなものになっています。で、つまり NFT のオーナーは、フェルメール作品が描かれた瞬間から現在、そして未来までも時間として所有をできるというような形に、唯一無二の NFT となります。でですね、今この後ですね、パートナーの HTC さんの方のご担当者に、変わっていくんですが、HTC さんと、協力しまして、今、フェルメールメタバース NFT 美術館というものを作っています。で、これがまあちょっとサンプルの画像になってるんですが、ここにですね、美術館のデモの QR コードを、今出てますんで、ここをもし読み込んでいただければ、今ここに出てます、フェルメールのデモの美術館ですね、入ることできますんで、ちょっと入ってみていただくと。ただ、まあ、LINE とかでそのまま行くと、ブラウザーの問題でエラーになる可能性がありますので、できれば、これをですね、コピーいただいて、Chrome の方に、ペーストをしていただいて入っていただくと、より、入りやすいかなと思います。で、こちらのデモの美術館は、これから、まあ、どんどんアップデート、いろんな企画をしていくんですが、現段階の予定では8月の31日まで公開をしていきます。そしてまだちょっと企画はですね、すべて決まっているわけじゃないんですが、今後ですね、このフェルメールと並んで作品を並べられるようなクリエイターさんとのコラボレーション、これも原画ではなかなかやることができない、そういう企画を今後練っていきますので、もしこの中にクリエイターさんですとか、企業コラボレーションですとか、スポンサードをしたい、そういう方がいらっしゃいましたら、ぜひ、オープンスカイブルーの方までお問い合わせをいただければご対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。で、ちょっとだけですね、じゃあデモの画面をお見せをしたいと思います。これが今皆さん入っていただいてありがとうございます。ちょっと操作方法がまあいろいろ複雑というか慣れないとあれなんですけど。ちょっとすみません。ネットワークの関係でもしかしたら画像が結構乱れてる可能性はあるんですけど、まあ、またお家に帰っていただいたら、見ていただいて。でですね、ここでマイクミュートを外しますと、この中で会話もできますんで、アバター同士でコミュニケーションを取ったりとか、そういうことも可能になります。でですね、画像自体のサイズは、これもメタバースならではなんですが、原画のサイズとは違う、当然縮尺で、今これ音出てますが、これは作品の説明が入ってます。
でですね、音声もですね、近づくと大きくなって、離れるとこのようになくなる形になります。なので会話も近くにいるとこうやって聞こえますし、遠くに行くとなくなっていくというような感じになります。でですね、ここにいっぱいですね、まあこれからレイアウトも変えることもできるんですが、後ろの方にですね、スペースがまだ結構広くありまして、ここでまあ企業さん、クリエイターさんが、まあこのように裏側にもスペースが、これ今押しますとこうやって作品の詳細が出てきますんで、まあもしよければ見ていただいて、高解像度の画像になってますんで、見ていただければと思います。で、この中にこのように空いてるスペースがありますんで、こういうスペースを使ってクリエイターさんが、フェルメールと並んで自分の作品をこう展示できるようなちょっと企画展なんかも開催しようかなと思ってます。はい。ではもう一回ちょっと QR コード出しますので、もし読み込んでない方いらっしゃいましたら、読み込んでいただければと思います。ではですね、ちょっとオンラインでですね、今台湾の方から HTC の本社のですね、事業開発をやってらっしゃいます、マーチさんに、ちょっとおつなぎしますんで、マーチさん、どうでしょう？あ、聞こえます？聞こえますよ。皆さん、こんにちは。こんにちは。はい。HTC の新規事業部の担当、マッチです。今回、皆さんと、ここで会えて、HTC のことを紹介すること、楽しくて、ぜひこれからもよろしくお願いします。はい、じゃあマーチさんプレゼンテーション、はい、お願いします、はい、では簡単の会社紹介をします。今回、一緒に、コープレのところに関しては HTC の、Vive Connect を紹介したいですよ。これの部分に関してはメタバース関するのことです。HTC 側が、Vive Connect が3つのポイントがあります。まず、Meet。つまり、誰でも、使いしやすい、友達と人と、うまく連携できるようなこと。あと、Creative。つまり新しい発想とか自分のバーチャル空間をいろんなところを展開できるようなこと。あとが没入感のこと。いい体験をする。この3つのポイントを合わせてメタバースの世界が一番重要な3つのポイントだと考えてます。なのでこれが使いしやすいところと新しいの提言とか、没入感のことを一緒に、このメタバースの世界に、パートナー組んで展開したいと思ってます。友達と一緒に、体験できるところは、まず、HTC側が提供したものに関しては、まず、こういうような、すべてのデバイス、マウントディスプレイ。マーチさん、多分、スライドが共有してるやつと別になってるみたいで。はい、花さんは？あ、いた。あ、そうですね。はい、大丈夫です。大丈夫です。続けてください。大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい。
誰でも使いしやすいのやり方を、提供しよう。なので、HTC のアカウントだけではなくて、今、ウォレットも、提供します。そして、バーチャル空間に関してが、様々な、デザインとか、そういうような、空間を開発者さん、提供できる一般のユーザーさんにも、提供します。あとアバターも、自由度高くて、半身と、全身のアバターも提供します。そしてこれの世界に関してがいろんな、実現することができます。先ほどの説明の通り、例えば、NFT の、デジタル商品とかデジタルの、画像資産とかこのバーチャル空間で置いて友達と一緒に体験できるようなこと、もっとこういうデジタル NFT の価値を、体験させます。これは今の、今回の経験の中で一部。マチさん、スライドが変わってないんで、違うスライドに変えてもらえますか？今の喋ってるスライド。あ、そうですね。はい。なので複数の友達がこのバーチャル空間でも体験できるように。まあ、これが、現時点として、HTC 側の既存な、空間ですけど、将来的にはパートナーさんといろんな、バーチャル空間を、で作るデザイン、はい、なので、クリエイティブのこと、あとが、想像とかいろんなところは自分 の、スペースが設計できるようなことになっています。なので、コンサートとかライブとかこのバーチャル空間でも使えるようなことになってます。なので将来的にはブロックチェーンの技術と今パートナーさんと一緒に組んで例えばバーチャル空間でコンサート見るとか試合とかいろんなことも実現できる。マーチさん、資料を変えてもらっていいですか？その今喋ってるところ。はい、大丈夫です。はい。なので、成長すべき、パートナーさんと一緒に組んで、この、メタバースの世界を展開します。ではこれからもよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっとオンラインでお聞き苦しいところもあったと思いますが、まあ要約した話をしますと、今 HTC さんはメタバース空間の中で様々なコラボレーションをできるパートナーさんを募集しています。でですね、もしそのメタバース空間の中でやりたいことですとかそういうものがあった場合には、まあ、パートナープログラムが存在していますので、ぜひ HTC さんの方にお声かけをいただければ、HTC さんの持っているメタバースのそのプラットフォームを提供いただくこともできますので、これからメタバース空間の中で、まあ、ビジネスを展開したい方ですとか、そういう方がいらっしゃいましたら、ぜひお声かけをいただけると幸いでございます。はい、以上になりますが、
そうですね。まあ、リクリエイトフェルメールは、原画に匹する価値を、これから作っていくというような、まあ、その野心的なプロジェクトにもなりますので、ぜひ、コラボレーションですとか、まあ、企業スポンサーとか、まあ、そういうものを、お望みというか、ご希望の方がいらっしゃいましたら、オープンスカイブルーの方まで、またお声をかけていただけると幸いでございます。本日はご清聴ありがとうございました。